ね、私の思い出がたくさん詰まっているサンシャインの展望台に行こうとしております。池袋のサンシャイン、なんかその展望台が秋になんかリニューアルオープンで閉まっちゃうらしいのね。だからちょっと今日は展望台にひーちゃんもね一緒に家族3人で向かおうと思いますよ。じゃあ行きましょう。はい、到着しました。なんで小声はい、うちの我が家じゃない、あれどれ、我が家と工事してるじゃん。じゃあアンフラーの土地買ってやろう。何十億すんのあの土地買うのに。こちらですね、エフェクトなしでエフェクトがつけられるっていうコンテンツでした。ひーちゃんサングラスついた。え、そういうこと読みたい。ゴンさん、ゴンさんだ、ゴンさん、ゴンさん、これじゃない？それ本当に翔平さん、ゴンさんになってる。あざみちゃん、こっち見て。何やろ、スカイツリーじゃん。ライバルやろ。ライバル、うん、どういうこと。展望大会のライバルやろ。あー、そういうことね、うん、おー、見てたみたいな感じ。あー、フォロワーズ。そう俺あれかと思った、なんかこういうの TBC で TBC の CD。 違う、こういうの手掛けてる団体いるじゃん。あー、なんだけどちょっと名前出てこないから今日もかなり VR やったらどうですか。これ VR、 あの辺でね、チケット買って多分並ぶんだと思う。今からジェットコースターですけど心境はいかがですか。余裕だね。私は結構翔平さんが叫んでくれることを希望だけど、開放に乗って東京の都内をぐる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 走り回ってもらいます。うちはパッと土地回ってるかな。あるたぶんうちの土地が入ってないってことはないやろ。声あんまり出さないでください。マジか、なるほどね。だからさ叫びなかった。もうぐらいは言っちゃったんだけど。じゃあ次はあざみちゃんがこれに挑戦します。お母さん、風がすごいんよ。無意識にビクってなってしまう感じ。なんかドラムになってたの私。超でかいのよ。私のお腹がすごいのね。なんかものがはみ出るんじゃないかって、すごいなんか危機感を抱いて。ドラムって何？なんかね、楽器になってね。そうだよ。楽器になって自分が多分奏でてるの、音楽を。ブランコじゃないの？あ、ブランコなんだけど自分は楽器なの。アンダーさん？ひーちゃん出てしまいましたね。楽しみ疲れたご様子です。体験する展望台、体感する展望台っていうのがなんかコンセプトみたいなので、赤ちゃんでも見て楽しめる感じだった。まあ、一番楽しんでたのはあざみちゃんだったけどそれは間違いない。子供の気持ちを忘れないで大人も楽しめるかどうか、肝ですよ、人生楽しむ。あざみ夫婦の夏休みでした。バイバーイ。